ゼロ選挙は、日本テレビで、2007年7月29日の第21回参議院、議員通常選挙から生放送されている、選挙特別番組である。平日夜の報道番組、ニュースゼロを、期間番組とし、平日夕方の報道番組、ニュースエブリーからもキャスター陣が出演する。JNN 同様、原則として加盟している。 系列放送局すべてで放送されている。このうち、クロスネット局のテレビ大分とテレビ宮崎も、日曜日のプライムタイムは、全時間帯で、日本テレビ系列の番組編成を取っているため、ネットされている。特に力を入れているのが、NNN 系列各局が総力を結集した、全国50万人規模の出口調査による、議席予測。投票終了と同時に、 議席予測が出されるため参考にする候補者も多い。出口調査にはその年に入社した各局の新入社員も投票日当日に調査する。日本テレビは1992年に報道機関として初めて全国規模の出口調査を実施して以来、系列各局の取材網や各政党などからの取材情報を加味して総合的に判断した。 独自の議席予測を立てている。肩書き等は出演当時、2007年参院選での出演者2009年衆院選での出演者2010年参院選での出演者2012年衆院選東京都知事選での出演者2013年参院選での 出演者2014年衆院選での出演者2016年参院選での出演者2017年衆院選での出演者2019年参院選での出演者2021年衆院選での出演者ゼロ選挙に関するカテゴリーありがとうございます